ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介するお車がメルセデス・ベンツ G550 4×4 スクエアード2018年式 17,800km こちらの車両になります。2トントラックを試乗の仕様の回でトラックですね、はい、とんでもないのがやってきましたね。これそうですね、これねどうですかね。ノーコメント。これもねちょっと皆さんね楽しんでいただける回ということで、はい、ご紹介というわけでこちらの車ご紹介するんですけども、はい、今回こちら買い取りで、そうですね、ご入庫いただいた車ということで、はい、某店舗で買い取りしたんですけど飾れないということでうちの方に。そうなりますよね。でもそうですね、はい、うちの店舗どこでも置けるっていうわけじゃないですよ ね, ないですね、はい、ということで一応ショールームのねこの店舗が、はい、一応抜擢されまして、はい、トラックに乗ってやってきました、はい、そしてですねまずこちらの 550-4×4 スクエアードの概要から、はい、2016年にこれオートサロンでお披露目になったみたいですね。そうですね、はい、僕全然知らなかったんですけど。あ、そうですか、うん、でも大体そういう感じじゃないですか。オートサロンで発表ってあんまなくないですか。なんかメーカー の, その発表会とか、うん、モーターショーで発表っていうのはあるんですけど。モーターショーか、オートサロンでね。そうなんですよ。ああそうだ、オートサロンって言ったらもう改造車の祭典じゃないですか。でもなんかふさわしいなと思って、まあまあまあ、ね、言ったらメーカー改造車じゃないですか、はいはい、で発表されてその年の4月から受注開始して、はい、わずか2ヶ月しか受注してなかったんですよ、はい、そうですね、はい、なんでかなり希少、めちゃめちゃ希少だと思います、ね、ですよね、はい。でしかもアジアでは日本だけ、はい、なんです。今だとちょっと考えられないですよね。考えられないですよね、はい、今中国のマーケットもなかなかあると思うんで、はい、まあ、中国とかタイとか、うん、そっちの方も売ってそうな感じですけど。そうですね、はい、当時だとなんと日本だけということ で、はい、で正式な日本で何台販売されたかっていう資料はないんですけど、うん、まあ、どちらにしようかなり台数少ないんじゃないかなと。そしてもう見て分かる通り、はい、もうリフトアップされて、うん、とんでもなくワイドボディになってる G クラスと、はいはい、そしてですねこちらなんと当時3510万円、はい、新車価格、はい、メルセデス史上最高額車らしいです。あ、その時最高だった。あ、そうなんだ。まあ、もちろん他の車ありますけど、AMG ブランドになってたりとか、はいはい、マイバッハブランドになるじゃないですか、はい、メルセデスブランドで言ったら最高額らしいです。メルセデスだと最高額ですね。だ今でこそなんか G63 とかとんでもない金額になっちゃってるんで、うん、まあ、3000万円って感じですけど、まあ、はい、もう当時からしたらもう信じられない価格の車だったみたいです。そしてですねバリエーションあるじゃないですか、はい、6×6 とか、はいはい、マイバッハになってランドレーとか、はい、これ順番が全く僕分からなかったんですけど、うん、そもそも 6×6 が先だったみたいですね。1年か2年ぐらい、はいはいはい、でその 6×6 の、まあ、乗られてる方から、うん、まあ、6×6 めちゃくちゃいいんだけどさすがにちょっとあれ日常使いできないんだよねっていう声をメーカーが聞いて開発に至ったっていう読み物がありました。これを日常使いそうでしょツッコミどころ満載なんですけど、満載ですね、はい、まあ、6×6さすがに毎日乗れないんで、もうちょっと乗りやすくした車らしいです、はいはい、ただいろんなレビュー見たんですけど、うん、まあ、サイズ的にも乗り味的にも、まあ、そうそうちょっとこれの日本だと特に、うん、まあ、日常使いできる車ではないと思うんですけど、やっぱり他人と被らないものだったりだとか、そうですね、やっぱりこの辺の車っていったら非日常を味わえるの大事じゃないですか、はいはい、というわけでそんな車になってるそうです、はい、そしてですねネーミングのところ G550-4×4 スクエアードなんですけど、あの G500-4×4 スクエアードって結構いろんなところで出てきたりするじゃないですか。出てきますね、はい、これ何の違いかなと思ったら、うん、あの販売してる国でネーミングがちょっと違ったみたいですよ、ね、うん、ですね、はい、で本国だと G500、うん、でアメリカとかカナダだと、まあ、他の同一エンジンの搭載車に合わせて G550 っていうネーミングになってるそうです、はいはい、というわけで具体的にエクステリアから見ていきたいと思います、はい、でまず何といっても一番触れなくてはいけないところは寸法のところではないでしょうか。全長の方が4520、はい、そしてですね全幅なんと 2m を突破します、はい、2100、はい、そして前後の方が2240ということで、だいたい僕手伸ばすと 2m ぐらいなんで、はいはい、それをさらに超えてくる、はい、とんでもないサイズ。サイズ感 横はでもそうでもないんじゃないですか。横もでも 2m 中ってでかくないですか。でも結構 2m 超えの車あるじゃないですか今まあそうですね、まあ欧州車の、はい、まあ
ミドルクラス以上の上の SUV とかで役付きになってくると、はい、まあ、2000とかも珍しくないん で、はい、で特にうちで触らせてもらってるワイドボディの車とかだと、はい、まあまああり得る数字であるんですけど、なかなかだと思うんですよね、まあ、この当時はなかなかだと思うんですよね。そうですよね、はい、で特に前高2メートルオーバーって感覚的にですよ、なんかもう2トン車みたいな。ちょっと後でね、試乗させてもらった時にどれぐらいの視野かっていうのはちょっと楽しみですよね、はい、なんかあの黒猫大和さんの、はい、配達の車みたいな、 そうですね、はい、そんな感じのサイズ感ですよね、はいはい、そしてこれオリジナルとどれぐらい違うのかなと思ったら、もう幅で24センチ、はい、高さで27センチ違うそうです、はい、だからよくあの比較で、まあ、ノーマルの車と 4x4 並んでる写真なんか広報のやつで出てますけど、はいはい、本当大人と子供ぐらい違う感覚ですよね。そしてさらに地上高もなんとググッとアップしまして46センチあるそうです。これオリジナルのほぼ倍らしいです。倍なんだもう本当にもう、まあ、もう笑うしかないですよね。そうですね、笑うしかない、そういうスペック、はい、そしてですね、今回の車両は少しカスタマイズもしてあるということで、はい、これグリルが標準のものじゃなくて、はい、これ多分 G65 のやつですよね。そうです、メッキのやつですね、はい、のものに交換されている、はい、そしてあとはあのメルセデスブランドの G550 ではあるんですけど、限りなく AMG に近いっていう風な感想を受けました、はい、僕。そうですね、はい、というわけでバンパーなんかは AMG のバンパーを、うん、これをベースになってますよね、はい、でそれにプラスしてこのステンレスのアンダーガードなんかもついてる、はい、そしてこれナンバーベースもこれもう欧州のやつになるんですね、はい、なんか日本仕様とかじゃないんですよね。もういやもうそこら辺はもう、あれじゃないの、日本仕様せずにもそのまま来た感じそうなんですかね。そうです、これ内装とか見ると日本仕様にこう特別に仕様変更されてるじゃないですか、うん、けどなんかこのナンバーベースとか意外に触らないんだと、うん、むしろこっちの方が流用できて簡単そうなんですけど、うん、こんな感じのエクステリアになって、はい、そして横に回っていってもいいでしょうか、はい、ご覧ください。これカメラにそもそも画角に収まってるかどうかが心配なんですが、はい、とてつもないサイズ、土可愛くみたいな、はい、ちっちゃくなっちゃったみたいな、はい、違うんです、車が大きいんです、はい、そしてですね、このリフトアップされてるところ、はい、いくつかあるんでご紹介すると、はい、でまずこのショック、はい、こちらがカーメイ製のツインショック、はい、そしてですね、これ競技用からの技術を用いたショックらしいです。で片っぽが減衰固定で、片っぽが電子制御のダンパーになってると、はい、これなんで2本必要なんですかね。やっぱり足回りが重たいからってことなんですかね。それもあるし、乗り心地が変えられるからじゃないかな。でもそしたら1本でいいじゃないですか、うん、なんでだろうね。ちょっと思ったのはこの、この後紹介しますけど、足回りがめちゃくちゃ重たくなってるんですよね、はいはい、ポータルアクセルって言って、はいはい、それを多分受け止めるために、うん、タイヤホイールもでかくなってますし、うん、まあ、ショックの容量を増やすので多分ツインショックになってるんじゃないかなと、うん、メカニカルなところで言うと、はい、6x6 のものがかなり踏襲されてるそうです、うんうん、特にリアに関してはほぼ一緒ってい う、ね、うん、で前に関してはちょっとセッティングが変えてあるみたいなことを書いてありました、うん、はいはい、というわけでまずこのショックがツインで、ここでも車高が上がってると、うん、そして手前に来てこちらタイヤホイール、こちらがですね、なんと22インチ、はい、そして発血もそうそうないっすよね。いやこれこそ白血にする意味あんのって感じ、ね、いやいや重たくなってるんで、あ、まあまあね、はい、低血のこうボルト増やさないといけないんで、ということで白血だからこれ交換できないですよ、ほぼオーダーメイドでアメタンみたいのを作るかしかないですもんね、うん、あ、ホイールをね、変えるホイールを変えるとすれば、そうですね、そうですね、はい、まあ、メーカーはもう純正改造車ですから、うん、というわけで標準が550だと19インチ標準ですか、そうですね、はい、それが22インチになってる、はい、そして奥にはブレーキどうなんですかね、止まるんですかね。そうなんです、ちょっとこれ実際ちゃんと乗ったことないですよね。そうですね、さすがに車が少なすぎて、うんうん、僕らも日常的に触る車じゃないじゃないですか。そうそう、ちょっと後で、ね、やって乗ってみましょう。そうですね、ブレーキになるところとしては、はい、ブレーキの効きと、あとなんかいろんな読み物見たら、うん、やっぱりそのショックの関係で結構ノーズダイブをして、うんうん、その収まりがやっぱり、うん、上がねちょっとふわふわしちゃうっていう、ね、オンロード走る車じゃないんで、はい、まあ、その辺が少しちょっと違いがあるかなと、うん、そしてこれらを収めるこちらのフェンダー、はい、ご覧ください、はい、これがなんとドライカーボン製のオーバーフェンダー、はい、これでかくなりすぎじゃないですか。でかくなりすぎですけどね、感覚で言って倍ぐらいある感覚ですよね。金額もね、恐ろしい金額ですからね。見たいですね、はい、なんか当時の資料だと軽自動車が余裕で買えるぐらいっていう風に、ちっちゃいベンツ買えるっていう、ね、え、本当ですか、はい、怖っ
これオフだから、その販売所でそれでよく突っ込んだんですよ。オフロード走るのに終わったらアウトじゃねみたいな感じで、あのそれはいろんな読み物にみんな書いてありました。なぜオフロードパーツなのにそんな高額なドライカーボンにしたんだ、プラスチックでいいじゃん、はい、樹脂でいいよってみんな書いてました、はいはい、というわけでこのどでかい、そしてこの形もいいっすよね。そうですね、武骨な感じが、うん、いいと思います。さりげなさゼロ、はい、そして今回はプロテクションフィルムが貼ってあるんですか、さすがにこれ、はい、これはね貼った方がいいですよね。年数経っちゃってるみたいで剥がれてたりとかするんで、うん、まあ、ちょっと貼り直した方がいいかなっていう感じは、うん、そうですね、はい、します、はい、あとこのルーフのライト、はいはい、こちらも装着されてると、これもドライっすよね多分、はい、これ一応日本のほうきだと作業灯っていう感覚になるんですか、はい、作業灯ですね、ですよね、はい、あのフォグランプとして使えない、フォグランプってなっちゃうと違法になりますよね。そうですよね、高さ的にダメなんで、はい、まあ、基本的には作業灯っていう感じで、はい、こちらのライトも追加されてる、うん、あとは基本的なものはボディこそ、ボディとフレームに関してはそんなに大きく手が加わってないんですよね、はい、ただ車高が高すぎてこれ乗り込めないんじゃないか説があるんで、はい、内装に関してはこの後紹介したいと思います、はい、そしてこちらのお車はなんとマフラーが変わってて、はい、ブラバスのマフラーになってると、はい、そしてですね、小島さん知ってますか、はい、これ今もう買えないんですよ。え、そう、多分ない、あの前肩ゲレンデのパーツはもうホームページから消滅してるんで、うん、おそらく買えないです。買えない、もしかしたら本国に在庫があれば買えるかもしれないですけど、これはでも 4x4 用じゃないんでしょう、じゃないと思います。 G550 用で出てるやつ、おそらくそうだと思います、はいはいはい、というわけでこちらもついてる、一応これ EMAX ついてるやつですよね、ついてます、はいはい、というわけでこちらのマフラーで、気になるサウンドの方はこの後チェックしていきたいと思います、はい、そして後ろも同様にこちらツインショック白血のホイール、これだから交換するときもめちゃくちゃ大変だと思うんですよね。タイヤ交換、タイヤ交換持てなくないですか、あ、重さでね重さでね、わかんないです、四駆の車とかを日常的に触ってるショップだったら、うんうん、何言ってるの、はいはい、こんなの全然可愛いもんだよってなるかもしれないですけど、はいはい、僕らの感覚で言うと、ミニなんて比べてるんで、そうですね、特にミニ普段から触ってきた人間からすると、うんうん、もう本当に腰痛になるんじゃないですか、そうですね、はい、そんなサイズですね、はい、こちらになってる。そしてですね、もう一点、あの前後で使用しているところなんですけど、この車高を上げてる仕組みがポータルアクスル、要はあの普通の車ってこうシャフトの先っぽにタイヤホイールがそのままついてる感じなんですけど、はい、こちらの 4x4 に至ってはそのシャフトの先にまずギアボックスがついてるんですよ、はいはい、でそのギアボックスにタイヤホイールがついてる、うん、というわけで車軸の位置とこのホイールの中心がずれてるんですよね。それは言われないと気づかないね。そうですね、横から見るとわからない、うん、前とか後ろから見るとわかりやすいんですけど、それをすることによって要は地上高が稼げる、どうしてもこのタイヤホイールの中心にシャフトが通ってると地上高を上げるのにこのタイヤの外径を大きくするしか選択肢がなくなるんですけど、そのポータルアクスルを使うことによってこう車軸をこっちにこうずらすことができるんで、タイヤの外径を上げなくても地上高が確保できるということみたいです。だこの辺で多分相当重くなってる、ああそこが多分すごい重いんでしょうね。ですよね、うん、でなんかアフターでもそういうパーツあるみたいなんですけど、うんうん、まあ、やろうとすると何百万円もやっぱりかかるみたいです、うんうん、はい、なんでその辺がメーカーでもうやってあると、うん、続いて後ろに回ってきまして、はい、後ろはこれ背面タイヤレスなんですよね。レスですね、はい、さすがにこう持てないからってことなんですかね。お、どうなんだろう、どうなんだろうそれわかんないですけど、うん、まあ、その辺の関係でちょっと全長が短くなってる、はい、ただあのランドレーとかはついてるんですよね、うん、バカデカタイヤ、いやオプションでもないみたいです。ないない、はい、うん、というわけで背面タイヤレスになってて、うん、でその代わりにあのパンク修理キットが搭載されてるそうです、はいはい、そして後ろに関してはこれが追加されてるんですか、このステンレスの棒が、ね、はい、めちゃくちゃ武骨ですね。そうねデザイン性よりなんか機能優先みたいな、うん、そして奥に見えるこのデフ、はい、これ見てもらうとタイヤの中心からだいぶ上がってるのがお分かりいただけると思うんですけど、うん、この機構を採用することによって、うん、まあ、要は地上高が、はいはい、すごく稼げてる。やっぱり1メートルぐらい入れるんだよね、沈める。あ、そうです、はい、最大トガ深度、はい、要は水の深さどこまでいけるのかっていうのが、はい、ノーマルだと60センチ、はい、で新型のランクル300でも70センチ、はい、車高の上げ下げもできて、さらにオフロードに特化したディフェンダーですら90センチ、それがこちらのお車だとなんと1メートルまでいけると。そういうとこもあるんだよね、多分ね。そうですね、それを稼ぐのも、稼ぐのもあるね、意味合いもあると思います。でそれプラスこちらの足回りを採用していることで、ちょっとこれ少し戻ってみたいんですけど、ですね、各部角度アプローチアングルだったりだとか、デパーチャーアングルだったりだとか、ランプブレークオーバーアングル、うん、要はここのどんだけの急斜面にこう、うん、行けるのかの角度、こ
これもとてつもない数字になっております、うん、まず前が44度、後ろが43度、はい、だほぼ斜め45度ぐらいのとこだったらこう登ってったりとか、うん、はい、降りてったりできると。そしてですね、ブレークオーバーアングルっていうのがこの車体の真ん中のどのぐらいのこう山を越えられるかの角度、これに関しては51度まで。それがどれだけすごいか分からないすごいんだろうなっていうのは分かりますけど、とてつもない角度までいけると。そしてですね、途半角に関しては45度までいけるらしいです。でこれなんかやっぱり 6x6 よりすごいみたいですよ。すごいね。 6x6 ってどうしても伸びちゃってるん で、うんうんうん、で特に真ん中の角度なんかあんまりいけないらしいんですけど、うんうんうん、あのこのホイールベースでそこまで同じだけ上げてあるんで、まあ、オフロード性能に関してはこちらの方が高いっていうふうに書いてある記事もありました、はい、というわけでこんな感じのエクステリアになっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクに関しては他の463と一緒ですもんね、はい、同じですね、はい、ただあの普通のメルセデスの463よりかは AMG になんか近いかなっていう、はい、内装は、まあ、後で内装見ていただければ分かるんですけど、もう装備はほぼ AMG ですですよね、はい、このトランクのこの裏側にもダイヤモンドステッチが入ったりとか、はいはい、あとは途中でも触れた通り、はい、背面タイヤがない代わりにパンク処理キットが付いてるんですよ。ただあの付け方もなんかさすがメーカーって感じですよね、うん、そこはねしっかり入ってますよね。ただ一応付いてますって感じじゃなくて箱が付いてて、うん、でこれをどうするんですか、回して開ける、はい、で、はい、上に上げてもらう。ああなるほどなるほど、こんな感じで小物入れになっててパンク処理キットが入ってると、はい、じゃあ荷物はあれですか、普通の463よりかはこれがある分少し詰めない、まあ、使い方によってはそうですよ ね、はい、でいわゆるここを平らにするキットなんかもそのまんまでは使えないですね、うん、使えないですね、はい、これを移設してもらうとか、はい、そういう工夫が必要になってくる。どちらにしても高すぎてちょっと使い勝手は、はい、正直あんまり良くないかなって気しますけど、というわけでこんな感じのトランクになっております、はい、続いてインテリア見てみたいと思います。インテリアの前にこの本当に乗り込めるのか問題、ですね、まずとてつもないサイドステップの高さまずここに足が乗せられない。大人はいいですけど、うん、お子さんだったりとか女性の方はこれまず無理ですよね。そうね。でこれオプションでもこう電動で出てくるやつとかはしごとかもないんですよね。ないです。乗せる気がないですね。そうね。というわけでこちらのお車も何もついてないんですけど、あの調べたらあのブラバスでこの 4x4 を改造したやつあるじゃないですか、うん、それに電動サイドついてたんで、うんうん、多分あるんじゃないかな。ああ探せば探せばね、はい、おそらくブラバスのものはもうないんで、うん、まあ、同じ横出しのマフラー用の463用の電動サイドを探せばおそらくあるんじゃないか。ただそれをつけたとて普通のゲレンデのサイドステップぐらいの高さなんで、まあ、正直もうはしごが必要かなっていう。でもいいんですよね、あの非日常を楽しむ車なん で、はい、ちょっとちっちゃいさあの台を折りたたみのやつね、はい、それが必要になるレベル、はい、そしてですね、乗り込むのにグリップっていうグリップもないですもんね。助手席はねここにそうですよねあるので、あのランクルみたいにここに捕まるところがあるわけじゃないんで、はいはい、ここはね欲しいよね。欲しいですよね、うん、これどうするのが正解なんですかね。ハンドルっすか。ハンドルじゃない。でもハンドルあんまグッともしたくないじゃないですか。したらあれでここここドアもちょっとこう不安定だけど、はい、押してもらって、というわけでちょっとどこ捕まっていいのか分かんないんですけど乗り込みたいと思います。そしてですね、これ本当にズボン破けますよねパツパツのズボンだからでしょというわけでこのぐらい持ち上げないと乗れないと、はい、そして乗り込むとよいしょ、はい、そんなによいしょ、よいしょですよ。ちょっと鍛えた方がいいんじゃないの。本当ですか。そしてですね、乗り込んで思ったんですけど、はい、あの小島さん以前おっしゃってましたけど、はい、これ乗る時より降りる時の方が危ない、うん、そうなんです、はい、あのですね、到底足はつかないですよねこれ地面に、はいはい、どうすればいいんですかこれ。飛び降りるピョンですピョンというわけで乗り込むとこんな感じです。これはですねちょっと視界含め、うん、あの普通の車じゃないです、うん、2トントラックっていう感じ。そしてですね、一回降りたいと思いますけど、内装に関しては先ほど小島店長が触れた通り AMG にかなり近いダイヤモンドステッチのシートだったりとか、あの標準のメルセデス550でないですもんねこれ。ないですね、はい、はい、というわけでデジーノのレザーとあとダイナミカのこちらのコンビのシートになる、はい、で調整も割と複雑にできる、うん、そしてインパネ周りはカーボンのインテリアになっていると、はい、高級感かなりあります、うん、
ハンドルもね、パフォーマンスのハンドルになってる。そうですね、ステアリングも。だからなんでこれ本当に MG じゃないんだろうっていうぐらいの、うん、だってここのあのシートの調整あるじゃないですか、はい、これって MG しかついてない、つかないんで。あ、そうなんですか、はい、そしてですね、日本仕様に関しては360度カメラと、はい、あとパークアシスト、パークトロニック、はいはい、こちらがついてくるということで、はい、これ日本だけみたいですね。そうですね、なんか日本が本国にオーダーというか、うん、依頼してつけてもらった装備らしいです。でこれが 6x6 でもそうなんですけど、やっぱり便利だっていうことで、うんうん、結構需要あるみたいですよ、海外で。だから日本仕様の、うん、その360度がついてるやつがいいみたいな話は結構あるみたいです、うん、はい、というわけでこんな感じの内装になっております、はい、続いて鉱石見てみたいと思います、はい、鉱石の方が難易度が高いって。難易度高い、はい、だってドアもここまでしか開かないじゃないですか。そうで、見てくださいこの入り口、こんな狭いんですよこれ90度開くキット絶対必要っすね、うん、はい、でもここはもういいんですよいいです何がいいのかちょっとよく分からないです。いいんです、だってこれしかも電動サイドつけても後ろまではだって出せないじゃないですか、はい、アトラクションっすねちょっとした、はいね、そして乗り込むと鉱石の方が463シートだいぶ高いんですよね。そう高いです。だ視点は本当にもう2トントラック通り越してる気がするっす、うん、4トントラックぐらいの視点、ね、でやっぱりまあねちょっと直立ですからね。ああそうですね、そこはね結構先代と今方で違いますよね鉱石の、うん、でもまあちょっとどうだろうかな、乗り心地とかそういうのじゃないでしょそうですね、めちゃめちゃ悪くはないです、はいはい、うん、でもお子さんだったり仮にですよ、サイドシート乗せたら大変だと思います。あ確かに高くなっちゃうので。確かにただ結構受けそう。何、子供絶対好きじゃないですか、こんなに高い視点で。そうね、はい、うん、だ女性の方も結構こう非日常的なものが好きな方には受けそうな気がします、うん、はい、これ乗れたらすごいよ、ね、で究極じゃない、だって他の人と同じのは嫌だなって人が究極の形だと思うんです、ね、絶対被んないですもん、うん、で一応装備的なものとしてはシートヒーターついてるんですよね。シートヒーター、まあ、はい、これはもう純正っていうか550でもついてるんで、はいはい、なんでそんなにこう運ばれてってる感はないのかな。やっぱりこう懐かしいなというか、はい、ゲレンデのリアだなって感じは。良くも悪くも先代の、うん、先代のね鉱石になっております、はい、そして降りるとき注意なのが、それだいぶ出てますね。出てる、これオーバーフェンダーの関係でそこにカバーがついてるってことですもんね、うんうん、そうじゃないかな、踏んづけちゃうじゃないですか。踏んづけちゃうから、こうプロテクション欲しいですね。これプロテクション貼ってないんですね。ないね、欲しいですね。あ欲しいですね。多分貼ってない、まあ、後ろ乗せてないんじゃない、シートの状態もすごいリアシートいいんで多分乗せてないですよ、はいはい、なるほど、うん、まあ、なかなかちょっとこの乗り込みの大変さからすると、うん、はい、鉱石の使い勝手はちょっと派手なマークですけど、うん、まあ、いろいろちょっと対策はしたいですよね。そして降りるときは、はい、これ本当にでも怪我しますね笑じてんじゃないですか大丈夫、いやでも結構降りるとき こういうところさ、はい、押さえてやれば、はい、いや思いの方かかった、ちょっと待ち場でこれをやる勇気がないです、はい、というわけでこんな感じの鉱石になっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンが僕一番これ謎だったんですけど、はい、うん、今回改めて勉強して発覚いたしました、はいはい、エンジンの方が 3982cc V8 ツインターボ、はい、これ何のエンジンかと思ったら M176 って言って、うん、AMG の名機、はい、M177 のベースになってるエンジンなんですね、はい、まあ、要はこれ手組みすると AMG の例のエンジン、はい、で馬力の方が421馬力トルクの方が 62.2 キロということで、そんなに飛び抜けた数字ではないんですけど、まあ、車重も結構重たいんで、はい、オンロード性能的にはそんなにとてつもない車ではないみたいです、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が7速オートマ、はい、で各部デフロックもついてる、はい、まあ、これはいつものゲレンデ標準装備のやつですよね、うん、そして、0100がこれいろいろ資料探したんですけどなくてですね、うん、0 60マイル97キロまでなんですけど、一応5秒以下、うん、嘘でしょ、本当っす、早いんだね、早いんですよ、というわけでそんなスペックも、でこれ最高速に関しては、うん、210キロぐらいまでを想定して設計されてるそうです、うん、でどうしても 6x6、うん、あれがかなりなんかいろいろ重量増だったりとか、うん、システム増の関係で160キロぐらいしか出ないんですか、うん、
あ、そうなんらしいですよ。わかんないです。僕の読んだ資料ではそう書いてあったんです。想定のその最高速なのか、まあ、実際に出る最高速なのかわかんないですけど、160キロぐらいでやっぱりスピードが出ないんでっていうことで、あの 4x4 に関しては210キロぐらいまで一応視野に入れて設計されているそうです。そしてですね、こんな感じ の、 あのエンジンになってるんですけど、肝心なのはやっぱり乗り味じゃないですか。そうね、足回りからごっそり変わってるんで、はい、気になる乗り味はこの後乗ってみたいと思います。はい、これ今あの疑問に思ったんですけど閉めらんないじゃないですか。開けたのはいいけどさ、はい、ダメだよ、ね、僕教わったんですけど土方店長から、うんうん、こうやって閉めて、うん、結構こうボンネットが歪んでる車があるって、うんうん、あの一本だからね。そう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 、うんうん、だから結構閉めようと思ってこっちからこう閉めたりして、うんうん、歪んでる車があるって聞いたんですけど、これだってもう物理的に閉めらんないじゃないですか。そうこれあれトランクにさあれだよね、はい、でも もうこう閉めた時点でこう歪んじゃってるから。そうですよね、うん、これなんで2本にしなかったんですかね。なんでしょうね。いやだからトランクにこれこのサイズの脚立必要だなっていう、うん、乗る時も、うん、これなんかちょっとパンク修理キットと脚立入れといてもらえばね確かにベンツマークがついたらね、はい、そのレベルじゃないかな。そうそうそう、はい、こんな感じになってます、はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。というわけで行きましょう。ちょ前方っていうかその仙台ゲレンデに乗るのもちょっと久しぶりなんですよ、うん、っていうかもう視点が普通車の視点じゃないんですけど、うん、4トントラ気をつけてください、はい、4トントラックぐらいの見えない、見えない大事なことなんで2回言いました、はい、ですねオーバーになってるフェンダーが見えません。あのこれ車高は全然気使わないけど、うん、幅気使いますよこれ。取り回しどうですか。取り回しは良くないです。良くない。いや分かんない、慣れればいいかもしれないですけど、うんうん、いつものゲレンデの感覚、うん、あのそのウインカーを当てにしてとかって運転ができないんで、うんうん、取り回しはよろしくないです。高えな視点が。トラックだね。積載車だよ。積載車だよ。通る車を全部見下ろしてますよ、うん、ミニバンとかも歩行者も自転車とか頭しか見えないですよ。行きます、はい、うおすごいこう大きい塊が動いてる感あるですね。そしてまずはサスペンションはコンフォートから。あブレーキは正直言いますよ、うん、結構甘い。甘い。重い。重い。重たい。決して止まらなくはないですけど、うん、4駆で言ったらな LX 乗ったことある。ありますあります。あれも重たいでしょ。重たいです。どんな感じ感覚的に。また違う重さ。いやでも国産車みたいな感じです。だから最初の初期制度のグーっていうのが結構弱いんで、うんうんはい、だから欧州車のあブレーキ効くなっていう感じよりかは、うん、おーっていう感じはするっす、うん、この 4x4 をしっかり見るのって、はい、初めてじゃないですか。いや僕初めてです。ですよね、はい、私もそんなしっかり本当にしっかり見るのって初めてで。なかなかだって街でも見かけないし、うんうん、市場でもそんな出てこないですよね、はい、おなんか、うん、車というよりか足回りがめちゃくちゃ重たいですね。まあそうそんな感じする、うん、出足もそうだし、うん、そしてですね乗り味は、うん、あの意外に普通、うん、あーでも結構横にも揺れるし、うんうん、縦にも揺れるっすね、うん、あブレーキもそうっすね笑っちゃうっすね。これちょっと街に出てきていい乗り物ではない。これすごいな。よいしょ。うわハンドル重たい。重たくはないですけど、うん、重い気がしちゃう。うわでも仙台のゲレンデってハンドル重たいじゃないですか、はい、
そんな感じ。そんな感じはしないです。確かにそうですね、うん、このバカデカタイヤとポータルアクセルついてる割には、うん、ステアリングは軽い。軽い、うん、軽くまではないけど、うん、そんなに何ていうんですか、うわ重たいなって感じではないです、うん、全然許容範囲内、うん、なんだろうな、結構返ってくるっすね。そしてステアリングに、あそう、はい、重た、スポーツしてみる、はい、スポーツお願いします。スポーツしましてちょっといいですか、はい、0105秒を、はい、いきます。本当そんな速いのかな。あ、速いですよ、速い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 けど揺れが止まらないこれすごいあの路面の細かい段差の揺れが止まらない、うん、なんつったらいいのかな、これ本当に。いやだからこれオンロード走る車じゃないっすね。本当にあの一応走れますっていう、うん、オフロード全振り、なんかラリーみたいな、うん、はい、そんな感じがする。スノックセカーボンつけちゃう感じふざけてますよね本当に、うん、メーカーのそれぐらい振り切った車ってことだよね、はい、そうですね、メーカーの遊び心ですね、うん、ただ運転した感じ、うん、あの道路に乗り出しちゃえば、うん、割と普通に乗れるっす。スポーツちょっと助手席きついなただ乗った感じはそうですね、 2100だと、うん、まあ、やっぱりちょっと幅感じるっすけど、うん、そうですね、だから都内の狭い道とか、うん、駐車場入ったりするのはかなり大変だと思うっす、うん、駐車場入れないでしょ。入れないっすね、うん、トラックだね。入ろうとしてもあの警備員にこうまずこうやられるやつですね、うんうんうん、まあでもスーパーカーもそうじゃない。そうですね、そうですね、入れないからやっぱり非日常を、うん、いやでもちょっとこれで人が多いところに行ってみたい感はあるっす。あ銀座とか、はい、渋谷とか目立ちたい。目立ちたいっす。いや目立ちたいっていうか、うん、そういう体験をたまにはしたい。あ、はい、外人にこう写真撮られたりとか。あ、はい、写真撮られるかもね写真撮られるっすよこれ。すげえ、いやこの視点の高さびっくりだな。いやちょっとだって前走ってるよ。もう一回コンフォートしていい、うん、こんなに上手。あ、コンフォートにするとまあ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 、でも車のロールとかこの前後のこの船漕ぐような感覚はでかい、やっぱり。そして多分前に走ってる福通さんと同じぐらいの視点ですよいやいやいやもっと高いですから、ね、高いと思う、高いと思う、うん、だって見るのこれすげえな。だちょっとあそこ幅っすね、うん、普通に街に乗るんだったら全然大丈夫ですけど、うん、道路乗るんだったら大丈夫ですけど、スポーツはやっぱ助手席スポーツきついっすね。いいシートついても無理っすか、うん、特に仙台ゲレンデってその乗り味に関しては、うんうん、よりこう何ですか、武骨っすよね、うん、武骨だし原稿が良くなりすぎちゃってるじゃないですか。そう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 、だってね、コニー入れてね、良くするぐらいだからさ。そうっすよね、そうっすよね、うん、ペダルもだって先代だからこう、うん、アクセルとブレーキこう、うんうん、距離がある感じなんで、うん、まあ、その辺は改善するパースとかあるんで、うん、あるけどね。すげえなこれは。いや駐車できるんだったら持っとくの全然ありだと思います。僕も実家だったら、うん、所有できるんだったら所有したいです。あ、そうなんだ、はい、うん、実家の田舎なんでいくらでも車止め放題なんで、うん、これで山行ったりとか、うん、はい、で一応ギリ高速乗ったりもできるじゃないですか、うん、ちょ結構怖そうですけどどうなんだ高速でも、そこでもないんじゃないの。そうなんすかね、逆に結構これで120キロとか怖い気するっすけど、こんだけ車高高く、あ、でもスポーツにすればあれか、うん、足は硬くなるからまだいいんすか、ね、でもトラックと同じでしょ。だってまあ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 、まあ、そんなに、いやトラックよりだってタイヤもでかいし、うん、はい、こんなに動くんですよロールで。なんだったらこの中積載車、はい、乗ってる感覚よりか全然いいでしょ。どうなんですかね、もう中央分離帯ぐらいだったらまたげますよこれ。まあね、ショートカットできます。全然できるね、はい、楽しそう。なんだったらその階段も多分登れるっすよ。44度ぐらいまで行けるんで、まあ、はい、いける、登るね夢が膨らみますね。これなんだっけ、なんかの映画でしたよねこれね。なんだっけな、この車っすか、うん、あれなんか出てた気がするな。じゃあそれコメントもらいましょう。ジュラシックパークかな。確かでしたよ。ジュラシックパークってだって一番最初のゲレンデじゃないですか。あ、そうか、じゃあ違うのか、うん、なんかで見た気がするな。確か違ったかな。あ、違う違う、ジュラシックパークは ML じゃないですか、迷彩柄の 4x4 出てるやつなんかありましたっけ。まあまあそれは、はい、コメントもらいましょうそうですね、分かったら。いや
いつもと違う、うん、いい感じです。コメントの仕様がなかなか難しい。いや、いつもなんか車乗って楽しいですねって感じですけど、うんうん、そうじゃなくって、なんかこう、もう完全に非日常。うんうん、振り切ってますよね、そうですね、そうですね。本当に振り切ってますね。いや、だからこれがどっかのショップが作ったワンオフの車ですよとかっていうんだったら、まあ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 って感じですけど、うん、メーカーがこれやっちゃうっていうのはやっぱりすごいなっていう。うん、今こんなんできない、まあ現行の 4x4 もあるっすけど、うん、結局あれ日本入ってこなかったですもんね。そうね。はあ、いや、これはちょっとだいぶ人を選ぶけど楽しい、うん、これ乗れる人って本当に限られてますね。そうですね、選ばれた人だけ感じしますけど、うん、そうですね、街乗りギリ OK です。ギリ OK です、はい、いや、ありがとうございます、はい、いい経験になりました、はい、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。これやめすこれやば、本当本当振り切ってるな、うん。じゃあ最後になりますけれども、はい、あのスーパーカーだなと思いました。スーパーカー、うん、はい、その心はあの非日常を楽しむ車、はい、決してあの日常使いはできない気がします、うん、はい、で特に駐車環境をめちゃくちゃ選ぶじゃないですか、うん、はい、これ都内で所有するって、はい、結構難しいんじゃないかなっていう。まあまあまあ場所によりますからね。これ選ばれた人しか乗れない車ですね。まあ、そうですよね、はい、高さ制限あるようなとこ入っていけないですし、うん、なかなかこれが収まる、はい、あの駐車場だったりお持ちの方っていうのは、うん、結構少数派じゃないかなっていう、はい、で本当限られた人しか、はい、なかなか所有したり楽しんだりできないと思うんですけど、はい、 そうですね、はい、その代わり、はい、普通のゲレンデでは決して楽しむことができない、はい、非日常は楽しめるの。そうですね、はい、そして台数少ないんで、うん、いやらしい話、うん、あまり下がりようもないのかなっていう気がします、うん、だからそこはもう何て言うんですか、車屋さんの立場から言ったら下がりようないですけど、相場が動いてないので下がらないということではないっていうのもちょっと一応頭の片隅にはちょっと残していただける。そうですね、まあ、どうしてもその供給の方も少ないですけど需要の方も少ない車なので、はいはい、値段は分からないっていうところと、まあ、値段を指すとかなりこの幅があるので、うん、まあ、そこはまあ、ね、リセールがいいっていうことではないと。そうですね、はいはい、というわけで今回はメルセデスベンツ G550 4x4 スクエアドをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。